金継ぎという言葉はメディアや巷でますます一般的になってきましたが、熟練した金継ぎはとても古い歴史を持っています。金継ぎは日本の伝統的な修復技術で、割れたり欠けなどの壊れた陶器や磁器を漆を使って接着し修復、その修復後へ金などの金属粉を使い飾って完成させます。金繕いとも言われています。金とはゴールド、継ぎや繕いは修復という意味です。最近金継ぎと称してエポキシなどの接着剤を使用することが見られます。しかし、接着剤などの化学物質で容器を修理すると人体に健康上の危険をもたらす可能性があります。私は金継ぎをより簡単な手順にするために、伝統的素地を使った時間のかかる手法を無視してはいけないと考えています。金継ぎは簡単ではありません。作業を変更することはもはや金継ぎを練習するのではなく、単に接着方法を適用することを意味します。接着のためにエポキシを塗布してから金色の仕上げを追加することは、実際には金継ぎではありません。私は金継ぎの専門家として環境への負荷を減らし、できるだけ多くの天然資源を使用するように努めています。リサイクルのアプローチとしての金継ぎのコンセプトは、天然漆を使用しないと実現できないと考えています。